すごいね、ライン操作がしづらいっていうかね、こういう感じで道に取られるんですよ。だからね、僕片上側におるんですけどね、ちゃんとねこういう風な操作をしないと風島の人とラインが絡んでしまうという、トラブルにねなっちゃいます。もう見えるかな、もう波が飛んでるでしょ。めちゃめちゃ風強いんですよ。そういう予報です。はい、ダフちゃん、トンでございます。さあ、カングレ真っ最中でございます。ということでですね、今回のカングレについてお話をしていくんですけども、あのカングレって冬じゃないですか。もう北西風とは切り離せない釣りなんですよね。で、この間のフォア浦もめちゃめちゃ風に吹かれたんですよ。一夜島の滑りっていうところ乗ったんですけど、一夜島とこの滑りの間って水道になってて、そこをね風がブワーってね突き抜けるような、そういう天気だったんですよね。でね、もうほんとね上潮が滑ってもうマジ釣りにならんっていうぐらい吹かれました。というわけで今回はですね、カングレにつきものっていうことで、強風対策、どうやったらね強風の中でうまいこと釣りができるんかなっていうのをやっていきたいと思います。1月1日2022年の元旦、動画が上がります。おそらくサムネでねご報告っていう形で、動画が上がると思います。で、その動画の中で、自撮りのねプレゼント企画をね考えてます。で、何をプレゼントするかっていう話なんですけど、もちろん釣りに関するものです。で、僕あのステッカーとかねそういうのを作ったわけじゃないんですよ。釣りトンチャンネルのオリジナルの T シャツとかね、そういうのも作ってません。じゃあ何を作ったかっていうとですね、釣り道具です。実際のね調光で使っていただけるようなそういうアイテムをね、作りましたのでね、ぜひプレゼント企画ありますのでね、元旦の、動画ですね見ていただくようにお願いします。で、もしねチャンネル登録してねえよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録今のうちにしていただいて、できたらねベルマークも、クリックしていただくと、動画がアップされた時に通知がいきますので、ぜひねそちらの方を設定していただくと動画を見忘れることがないと思いますので、今のうちにチャンネル登録してお待ちいただければ、元旦のその動画が上がった時に、プレゼント企画の動画を見逃すことがないよということで、よろしくお願いいたします。さあ、強風対策っていうことで、先日のコアウラで僕あの小出くんと一緒に釣りしたんですけど、僕のアプローチと小出くんのアプローチが全く違うんですよ。で、全く違った視点からね解説できるなと思ってね今回動画作ってるんですけど、もう僕は半誘導で小出くんは全誘導っていうことで、全くね2人違ったアプローチの仕方をしたんですよ。で、まず仕掛けを見てみましょうか。さあ、まずはね僕の仕掛けです。こういう感じ、ごくごく普通の半誘導ですね。半誘導こういう仕掛けでやってました。浮き止めがあって、しもり玉も入れて、で浮きがあって潮受けの M で、ウェイトスイベルでハリスを結んでて、針があると、ごくごく普通の、仕掛けなんですけどね、こういった半誘導で僕はやってました。さあ、そして、全く違う仕掛けっていうことで小出くんの仕掛け見てみましょうか。はい、こんな感じですね。ロッドは僕と一緒の 1.2 号で、まあ、リールもテクニウム使ってるんで一緒で、で、まあ、道糸の号数とかね、ハリスの号数は、多少違えど、浮きが池永さんのエキスパート UE を使ってたと思います、確か。で、全誘導ですね。こういった仕掛けでやられてましたね。で、ジンタンの7をね、打ったり外したり、で、ダウン打ちしたりと、そういう感じでやってて、で、ハリスも、最初はね、この浮きの下で直結してたんですけど、でそのうちねハリス7メーターぐらい取っとったんかな、ハリスを長く取ってその中に浮きを入れるみたいな、そういう仕掛けを展開してましたね。さあ、強風対策っていうことで、まず僕の半誘導、一般的な半誘導の仕掛けの、
強風対策からいきましょうか。強い風が吹くとどうなるかっていうと、この海面ですね、海面の表層がこう風に取られてふわーってね、こう流されるんですよ。それをね、上潮が滑るっていうんですけど、その上潮が滑った時に搬誘道でどういう風に対処していくか、まずこちらを見ていただきましょうか。さあちょっと見ていきましょうか。あのライトが反射して見にくかったらごめんなさい。これが、釣り人です。釣り人がおって、これ竿を持っとって、これ尺なんですけど、これ、磯ですね。で仕掛けをこう投げましたと。でこれが、浮きですね。これが浮きで、これが道糸です。はい、これどうなるかっていうと、風がこっちから吹きますと。そうするとどういうことが起こるかっていうと、道糸がこうなるんですよ。道糸がこうなるとどうなるかっていうと、浮きがこういう流れをするんですよ。でどん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 ね、こういう風に道糸が吹かれて、浮きも手前へ寄ってくるし、どん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 流されると。でそうするとどうなるかっていうと、仕掛けってまあこれが浮きでこれが海水面としたら、仕掛けってどういう風になるかっていうと、浮きがこう流されるとこっちに行きますよね。そうすると仕掛けってこういう感じになるんですよ。浮きに引っ張られて、で全く仕掛けがなじまないと。餌が海水面のこの海面のね、上の方をこう漂っていくと、浮きに引っ張られてビーってこう海面を漂うと。絶対釣れないですよこれ。絶対釣れないんでね。それを回避するにはどうするかっていう話なんですよね。じゃあどうすればいいか。浮きはね、海面のこの流れに沿ってこう行こうとします。吹かれたら道糸が浮きを引っ張る形になるんで、それを防止するために道糸をね、こういう風に置き直してください。風上側、こういう風に流れていく時にちょっと気をつけやなあかんことが、こうね、どうしても道糸がこういう風にね、こういう風な感じで膨らんでいくんで、これを、持ち上げてね、こう操作して潮上へ操作してあげると。そうするとね、仕掛け自体を引っ張る力っていうのが、まあ、上潮がね、こう引っ張っていくのはもう仕方がないんですけど、ラインメンディングがね、こう重要にね、なってきますね。特にこういう風が強い時、こうロッドを操作して道糸持ち上げてもらっても大丈夫なんですけど、こうやって風上に操作するとどうなるか、こうなりますよね。浮きがここにあって、道糸がこうあれば、道糸は浮きを引っ張ることをしないんですよね。だから表面のこの流れが滑ってるところに浮きが取られるのはまあ回避できないんですけど、道糸を操作することによって道糸が浮きをね、引っ張るっていうことを防止できるんですよ。だから風上へ道糸をね、常に意識して置き直してあげるっていうことがまず必要なんですよ。普段から僕の釣りっていうのは搬誘道がメインですので、どうしてもね、前回のコアウラでも浮きを見て釣りたかったと、棒機にも変えましたし、ゼクトの、こう沈めながらね、探るようなそういう釣りもしたんですけど、どうしてもね、自分の中で管理しながらやりたいんですよ。ということで、どの棚でグレが食って、もしくはアイゴが食って、もしくは、餌取りにやられて、どの棚で本命らしき当たりがあるのかと、そういうのを探っていけるんですよね。きっちりこう棚を管理しながらやりやすいんで、搬誘道は。だから僕普段から搬誘道にこだわってやってるんですけど、それがね、音のほかね、棚がね、深かったんですよ、前回のコアウラで。ある程度こう入れてく間に浮きがね、もう遥か遠くへバーンって流されるんですよ。だから馴染むまでに浮きがこう仕掛けを引っ張るような、そういうシチュエーションやったんですよね。だからね、めっちゃ難しかったんですけど、道糸をこう操作するとかね、そういう加減でね、なんとかなるような風じゃなかったんですよ。そういった時に、あ、この釣りはちょっと弱いなと、
汎遊道にこだわってやってますけど、この釣りではちょっと弱いなと思いました。というのも、晒しで止まるとか、こう潮でこう潜っていくところがあって、そこでね、仕掛けが止まって張って入れていけるんかっていうと、そうじゃなかったんですよ。釣りがねですね、一夜島の滑りがあって、滑りの左側、海に向かって左側に釣り鐘っていう磯があるんですけど、あの釣り鐘と滑りで、そのこっちのね沖にある一夜島、その間の水道をブワーンって感じでね抜けていくような、そういう強風やったもんで、もうね仕掛け入るところっていうのがもう全くなかったんですよ。で全くなくてブワーってこう流されるようなね、そういうシチュエーションやったんでね、余計難しかったということで、僕の釣りではね結構限界を感じましたね、あんだけ風が強いと。でそして浅い棚で食ってくれるやったらね、ある程度ねやり方あるんですけど、それがね4キロとか5キロとかね、うまいこと入れていかんとダメなんですよ。で必ず浮きが引っ張るもんで巻きへとずれるんですよ。すごい難しい修練症の中でやってました。その中で、僕よりもはるかにヒット率が良かった小出くん、小出くんの釣りをね、じゃあ今から解説しましょうか。さあ小出くんの釣りは、普通にね全誘導です。と言っても、ただただ全誘導でやってるわけじゃなくって、もちろんね強風を対策した上での全誘導ですね。だから比較的軽い仕掛けで巻き絵がこう沈むちょうどいいぐらいのところに、もう浮きごと仕掛けを入れていくんですよ。めちゃめちゃその釣りは強いんですけど、その釣りをやってました。大分とかね九州の方はねその釣りばっかりやられる方がいらっしゃると思うんですけど、本当ね三重県でもあれだけの強風下の中、よくこんだけ軽い仕掛けで釣るなと、よくそれだけ入れ込んでいけるなと、本当に感心させられました。ということで、まず使ってた浮きですね、僕最初エイジア使っとるんかなと思ったんですよ。だからエイジアマスターピースの01とか02とか、ああいった加減の浮きを使って全誘導やってるんかなと思って聞いたら、エキスパート UE でしたね。どうもですね、マスターピース、エイジアマスターピースやと沈みすぎると、ある程度こうホバリングしてイヤイヤしてくれる加減がちょうどねなんか使いやすいっていうので、ね、スーパーエキスパート UE を使ってるんだと、そういう風なね回答が返ってきましたね。普段からねエイジアマスターピース使われてる方、スーパーエキスパート UE 使われてる方いらっしゃると思うんですけど、小出くんと同じようなこと思ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、道糸は道糸、ハリスはハリスっていうちゃんとした役割の中で、まずはスーパーエキスパート UE ノーガンで最初やられてましたね。でガン玉を打たずにまずやってみると、それで仕掛けの馴染みが悪かったら G ナランを打っていくと、そういう感じの釣りを展開してました。だから朝一は本当にね、小出くんガン玉を打たずにノーガンでやってましたね。でだんだんね風が回り込んでブワーって吹き出すようになってくるんですよ。でそうしたら、どういう風に展開していったかっていうと、ハリスにねガン玉を打ち始めました。 G ナラですね、 G ナラを2個打ったり3個打ったり、そういうのをやってましたね。で次にやった対策として、ハリスはハリス、道糸は道糸、そういった役割を消してハリスをロングに取ったんですよね。でロングハリスを取って、多い方はね 10m 取って千長砲をやられる方いらっしゃると思うんですけど、7m とかうまいこと沈下していく速度を見定めて、多分竿2本まではね取ってなかったと思うんですよ。 7m ぐらいだと思います。ということでそのロングハリスの中に浮きを入れて、さらにガン玉を打って、それで入れ込んでました。仕掛けをキャストして、でキャストしたら何をするかっていうと、穂先をね海の中に突っ込むんですよ。穂先を海の中に突っ込んで何をしてるかっていうと、浮きから、穂先までの道糸をね沈めるんですよ。で沈めて浮きがこう流れていくぞ、上地用の滑ってるのを突破したぞと、そういうのを確認してからねこうラインを出すみたいな、そういう釣りをしてたんですよ。だ結局浮き見てないんですよね。僕は浮きを、魚の当たりを捉えてくれるものとして使ったんですよ。でねその反対にね小出くんは浮きを、魚の元に仕掛けを届けてくれる道具として使ったんですよね。そこが大きな違いです。
だから浮きはいろんな役目があるっていうことですよね。だから魚のところに仕掛けを届けてくれる道具でもあるし、もっと言うと当たりを教えてくれる道具でもあるし、そういった浮きの役割っていうのをうまいことね、僕と小出くんは全く真逆の釣りでやってたと、そういう展開でした。テクニックとか仕掛けの置き方とか仕掛けの調整とかじゃなくって、道具でも助けてくれよと思う方もいらっしゃると思います。でも実際やられてる方もいらっしゃると思うんですけど、初心者の方はまずね、道糸をね、こっちのオレンジの糸を選びましょう。何が違うかっていうと、一緒のパッケージなんですけど、この黄緑色はフロートラインなんですよ。でこっちのオレンジ色の糸っていうのがサスペンドです。フロートラインとサスペンドライン、何が違うのかっていうと、こっちのサスペンドラインっていうのは強風か糸がね、海面から沈んでくれます。ということは風の影響を受けにくくなるんですよ。だからやりやすい。こっちのフロートラインは風に吹かれてどんどんね、浮きを引っ張っちゃうと、そういう違いがあります。その中でもこのフロートラインの特色っていうのは、海面をね、ラインが漂ってくれるので、さっきも言いましたけど、こう竿を持ち上げて道糸をこう潮神へ笠神へ置きやすいんですよ。よっこいしょって、それがねやりやすいのがフロートラインです。そして海面直下を漂ってくれるっていうことで、糸でね当たりが取りやすいですね。そういったメリットがあります。ただ風には弱いです。仕掛けを投入したすぐはこう持ち上げて操作しやすいですね。だから沈んでからっていうのはね、操作しにくくなります。そういった特色があります。ただ、カングレにおいては風が強かったり、もしくは中層とか深棚へ仕掛けを入れ込んでいくパターンが多いと思うんですよ。だそういった時にやりやすいのはこっちのサスペンドラインだと思うんで、冬はねこっちのサスペンドラインの方が僕はいいと思います。ですね、カングレ釣ってみたいけどちょっと初心者でよくわからんと、そういう方がいらっしゃいましたら、釣り具屋さんでね、まず道糸をサスペンドラインをねチョイスしてください。そうすると、道具の面でもね、自分にメリットが返ってきますよっていうことでね、ぜひおすすめしたいと思います。最後にですね、僕が普段やってる搬入道、こちらの仕掛けで強風か2枚状になったり、上潮がブワーってこう飛んだりした時に、じゃあ対応できないのかというと、そうではありません。対応の仕方はちゃんとあります。というのも、浮きをね沈めちゃえばいいんですよね。浮き止めまで行ったら浮きがちゃんと沈むような仕掛けにすれば問題なく対応できます。だから軽い仕掛けをやってガン玉を打てば浮きは沈みますよね。そうするとその浮きがね、ちゃんとね2枚地を突破して、下の層にねいる魚まで届けてくれます。でそうしたらもう浮きは見えないんで、ラインでね当たりを取るしかないんですよね。そういった釣りももちろんできますので、普段からね浮き止めをつけて浮きを見て釣ってるよっていう方も、ガンダムを追加して浮きごと沈めるような釣りを展開すれば、強風か上潮が飛んで2枚状になっても対応できますよね。というわけでですね、今回はカングレにつきものの強風かの対策っていうのをねやってみました。これからねいいシーズン迎えると思うんでね、もし風が強くてもね、風浦の磯へ乗れなくてもね、対応してみてはいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。